2ちゃんで肝攻めしてるのがクラスにバレた陰キャ。最近僕2ちゃんの書き込みにハマってんだよね。2ちゃんだと匿名だから素性がバレないし。あ、絶対君自分の経歴偽ってるでしょ。23歳の設定。うわ、大人のお兄さん設定でモテようとしてる。いや、モテようとはしてないよ。僕女設定だし。あ、お姉さん設定。なんでデカマしてんの。女子設定の方がみんな構ってくれるし。構ってんのは君だろう。でもそれいつか絶対バレるよ。まあいつか仲良くなってオフ会とかするってなればどうせバラすから。あ、最初にみんなと仲良くなるきっかけのためにデカマしてるのか。天才だな君。僕が2チャンネルやってる理由はオフパコだし。オフワンチャンネル。おい長井、お前匿名掲示板でネカマしてるだろ。マジキモい。いや、してないよ。人違いでしょ。あいつ2ちゃんやってるのかよ。見バレするような情報出したの。出したことある情報は全部嘘だから絶対バレないよ。23歳女長井太美。おー、フルネーム。おい、このままだとみんなにさらされちゃうよ。もう今日の書き込みで僕じゃない感出すしかないか。ねえ、二ちゃんの奴らにもバレそう。彼氏の写真見せろってきた。え、彼氏いない設定にすれば。いや、前に、今彼8人いるって言った。なぜやりまん設定に。あ、じゃあもう、誰かの写真を今彼ってことにして送るしかないんじゃね。他人のもやばいし、家族の写真送るわ。ひいじいちゃんの。おお、今彼。それ、本人にバレたらやばくね。ひいじいちゃんはネット見れないよ。あ、そっか。もう二度と。あ、元彼氏。おい、不謹慎すぎるだろう。そっか。しかもおじいさんの写真を彼氏ってことにして送っても嘘ってバレるよ。無謀すぎ。え、じゃあママの写真とか。あ、無謀すぎ。チャンネル登録と高評価よろしくお願いしますね。